関東地方整備局河川部長の塩井でございます荒川流域治水シンポジウムの閉会にあたりまして一言ご挨拶申し上げますまずはじめに本シンポジウムの開催にご協力いただきました皆様ご参加いただきました皆様ウェブを通じてご視聴いただいた全ての皆様へ改めて感謝を申し上げます本日のシンポジウムは流域治水プロジェクトについて広報するとと,ともに さらなる関係者との連携を呼びかけることを目的に開催いたしました内容を振り返りますと荒川下流域においてはすでに関係者が連携した取り組みが多く実施されつつあり大変頼もしく感じる一方で多くの課題について認識を深めるきっかけになったと考えています特にパネルディスカッションでは東京都・荒川沿線7区の代表者の皆様から 人口が集中している首都圏における広域避難やコロナ禍での避難所運営行政と民間が連携した高台まちづくりの推進など関係者が連携して取り組むべき課題が明確になりました引き続き民間企業や地域住民の皆様を含め流域のあらゆる関係者が持続可能かつ総合的な対策を実施していくことを期待するとともに関東地方整備局としても必要な連携や支援を行ってまいります さて、本年すでに我が国で発生した豪雨の状況を振り返りましても7月の熱海市の土石流災害8月の長野県や西日本を中心とした大雨などにより多くの人命や財産が失われております。今後も台風や前線に伴う豪雨に対して警戒が必要な日々が続きますがいつこのような災害が自分の周囲で発生するか分かりません。改めて 一刻も早くあらゆる関係者が連携して流域治水の施策を推進していく必要性を認識いたしました関東地方整備局としては今後もこうしたシンポジウムなども活用し関係者間の連携を深める取り組みを進めてまいります河川管理者としては流域治水の旗振り役としてハードソフト両面から全力で対策に取り組んでまいりますが関係者の皆様にも 流域治水へのご協力を重ねてお願い申し上げます簡単ではございますが閉会の挨拶とさせていただきます本日は誠にありがとうございました